新山です。いつもありがとうございます。はい、今回はですね、じゃらん、こちら。スガキ屋さんの生冷やしラーメンですね。こちらを使って、なんと、冷やしつけ麺を作っていきたいと思います。前回はね、普通に冷やし中華作ったんですけど、今回はちょっと変化球で、冷やしつけ麺を作っていきたいと思います。さあ、これが、美味しく、できるのか、できないのかの、は、ざ、ま、天球。はい、今日の食材はこちらです。せーの。はい、こちらですね。はい、こちら、レタス、千切りにします。そして、こちら、真ん中の、白ネギ。これは、白髪ネギにします。豚肉、もものスライスですね。これは、冷しゃぶのように、ボイルして、冷まして使っていきます。人参。こちらは彩りと旨味、甘みを引き出すために、千切りにして、レタス、白髪ネギと一緒に和えます。こちらポイント、本出汁ですね。本出汁は、漬け汁を伸ばすために和出汁を作ります。すりごま。すりごまは、野菜など、豚と合わせてコクを出します。はい、こちら、ごま油。ごま油で、コクとツヤを出していきます。はい、人参を切る前に、よいしょ。はい、人参を切ります。だいたいこれぐらい。これぐらいの人参を切って、一回こっちで切ります。で、土台を作って、そうするとこれが動かなくなるんで、こうしたらまたこっちから、こんな感じで、これ二つちょっと取っておいて、ここからですね。ここから薄くスライスしてください。こんな感じで。で、これをさらに。こんな感じ。水につけておきます。細くてね、これが綺麗になるとこうやって水にさらした瞬間に。で、ここで人参の嫌な甘みだとか香りがさっと抜けて、料理にしやすくなりますからね。生食には向いてます。こんな感じ。はい、次にネギですね。ネギは真ん中でこういう感じで切ります。で、それを斜めに細切りに。さっき切ったささぎりの白髪ネギみたいなですね。これも水につけて辛みだとか生の嫌みを軽く抜いておきます。こんな感じで。手でこうやこんな感じでネギをバラバラにすると一個一個がバラバラになって、なんていうのかな、なんかこう。こんな感じで綺麗になるんですね。綺麗な感じ。はい、人参のオレンジと、この白髪ネギの白が綺麗な感じで混ざって、見栄えが良くなるんですね。はい、レタス。レタスはですね、この辺をこんな感じで切っちゃって大丈夫です。はい、こうやって切っちゃって、このレタスを千切りにします。さっきの食材よりか、気持ち、太くこんな感じですね。はい、こんな感じ。はい、これは水にさらしません。
はい、次はお肉ですね。このお肉はだいたい、そうだな、3等分ぐらいにこんな感じで切ってあれば OK。 もう入れて後で、ボイルします。はい、そうしましたら、さっきですね刻んだレタスと、人参と白髪ネギを水でさらしてあります。こんな感じでね。でこれを水からあげてさっ、はい、こんな感じで、この水は捨てて、よいしょ。でここの中にレタス、それからさっきのさらしてあった人参とネギ、これを入れて、はい、でこれを、よく混ぜ合わせる、よいしょ。そうするとこんな感じになります。こういうシャキシャキでネギの清涼感も入って、冷やし中華系のタレにはこういう食材がぴったり合うと思います。よし、はい、ではですねこれ豚肉をボイルしていきます。まあこうやって箸でお湯の中でパラ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 するとすぐにほぐれますからね。はい、生の部分がなくなれば OK です。はい、よし、こんなもんで十分。おい、めんどくさいんでこのお湯で麺茹でちゃいます。後で麺洗うんでね、多分大丈夫です。ここにお水をためて、さっきのお肉を、お、1個落ちた、まあいいや、さっきのお肉をここでですねちょっと粗熱を取って、冷しゃぶ風に、氷がなくても別に水で大丈夫です。でこうやってやったら、よいしょ、はい、で粗熱が取れたらラップして冷蔵庫入れとけばいいですね。はーい、最後にきれいにして、よし、はい、じゃあここで漬け汁を作っていきます。さっきの豚を茹でた茹で汁で OK です。これを1、2、3で、そこに、用意してあったポン出し、これを入れます。よっよっこらよっこら、ほいほい、でこれをよく混ぜて、ここに超濃厚な和だし作りました。でこれと、冷やしラーメンの袋のスープを合わせて冷やしつけ麺のつけだれを作ります。はい、ではですねつけ汁を作ります。はい、スガキ屋さんの冷やしラーメン2食入りですね。これね本当に美味しいです。僕も大好きだからこれ毎回これです。よっ、よいしょ。でこれが2つ入ってるんですけど、ここで剥がしてちょっと置いといて、豚をボイルした茹で汁と合わせたもの、結構濃厚な、和だしになってます。でそこに、これを袋の蜂蜜入りの冷やしラーメンスープを入れます。よっ、こんな感じでしょお、これでね、だいたい冷やしつけ麺のスープの
完成。これは一旦ラップして冷蔵庫でキンキンに冷やすと美味しいです。はい、これを、ラップします。よいしょ。はい、こんな感じでラップして冷蔵庫にしまいます。はい、では麺を茹でていきます。さっき豚を茹でた茹で汁なんで、ちょっとだけ表面の油とか軽いアクをさっと取って、もうここで茹でちゃいましょう。大丈夫です、家なんで。茹でます。よっ。2分から3分。まあね、これ細麺だからちょっと硬めが美味しいと思うんだよな。今回の食材が結構ザクザクだとか、人参とか豚肉だとか、まあまあ歯ごたえのある食材が多いんで、麺はねちょっと硬めの方が絶対美味しいはずなんですよね。今のでラーメンだったら揚げ時かな。タイマーは測ってないんですけど、普通はまあ2分から2分半で揚げてください。よっしゃ、こんなもんだな。火を切って、よし、麺を開けて、はい、こうやって麺の表面の緩みをしっかりちゃんと落とす。この唇を通り過ぎるときにすごく食感がいいです。すすって気持ちいい麺になるっていうか。よし、こんな感じ。麺の表面がねこうキュッとしてきますから、その辺が洗い終わりのサインかな。よし、よっしゃ。麺の表面がキラッキラになって、こうコシがある感じが分かります。水の温度が冷たい季節はもう水道水で大丈夫です。夏とか氷水でビシッと締めた方がいいですね。水が冷たい季節は水で十分です。最後、はい、じゃあここに麺を盛り付けていきます。何回かに分けて盛り付けると箸で取りやすいですね。一回でドサッて乗せちゃうと箸で引き抜きにくいですね。でこんな感じでちょっと頭をこう平らにしておいて、さっきの具材が乗りやすいようにしてください。はい、ではですね、ここに、麺の上に乗せる具材を入れていきます。さっき刻んだ白髪ネギ、それから千切りの人参、千切りのレタス、ここにじゃん、冷やしておいた豚スライス肉と入れます。でそこにですね、これすりごま缶大さじ1杯。はい、ごま油をよ小さじ1杯入れます。醤油、じゃん、こんな感じの醤油で OK。醤油を小さじ1杯で、好みでここにねお酢を入れてもいいです。ちょこっと、それはもうお好みでやった方がいいと思うんで、今回このまんまシンプルな味付けでやりますね。こう簡単にねさっさっさっとこうあえてお箸でねこうぐるぐるするだけでもちゃんと
混ざります。こんな感じです。よし、これと美味しそうでしょ。これだけでも、これを麺の上に乗せます。で、麺の上に具材を乗せます、ね、こんな感じでもうザザザッとたっぷりいっちゃいましょう。豚肉を最初に入れるといいかな。豚肉を最初に入れて途中からこう野菜を乗せていった方がこう綺麗に盛りやすい。で、これも麺と一緒で何回かに分けて大中小小小小小ぐらいな感じで盛り付けるとこんな感じで、小高くですね、こういう風に盛り付けすることができる。ああ、気を取り直してこうなります、こんな感じで盛り付けれるとかっこいいですよ。なんかプロっぽい。はい。で、これさっき冷蔵庫に入れてキンキンに冷やしたつけだれ、これに仕上げにですね、すりごまをパラパラ、こんな感じでパラパラ、ダダン。これは僕の手作りのラー油なんですよ。市販のラー油でも OK です。これをですねちょっと入れます。小さじ1杯ぐらい。うわ、うまそう。もう分かるわ、味がもう。ネギ入れたらうまそうだな。ちょっと待って、ネギ切ろうかな。ネギ、白ネギの細かいやつを入れたら絶対うまいと思った新山はすぐだね。で、ここをこうやってやりながらネギを回すんですよ。わかるかな。そうするとこんな感じ。で、これが薬味ネギにめちゃめちゃいいんでね。で、これを1,2,3,4,5,6,7,8,9 ぐらい、うわ、で、これをこんな感じになるん で超みじん。で、この中にパン、めっちゃ本格的な感じになった。よし、じゃあ今からこれ食べていく。はい、完成しました。スガキ屋の冷やしラーメン二色入り、蜂蜜入りのやつね。あの青いパッケージのやつ。あれを使いまして、冷やしつけ麺。もう夏とかね、もう最高に美味しいですよ、これ。食べまーす。これね。この野菜にも、野菜とお肉にもちょっと薄味がつけてありますから。上品でいい感じ。この麺を、この肉と、野菜とこう合わせてよいしょ、ね、こんな感じで合わせてつけ汁につけて、これはいかん。めっちゃうまい。で、これを肉と野菜をつけるとこれがまた、これマジうまい。またやったったな、これ。いいぞ。来てます。あ、これもう混ぜちゃっていいな、これ。あ、そういうことか。もうキンキンに冷やした具材と麺をあらかじめこうやって混ぜて、混ぜつけ麺。
あ、何それ混ぜつけ麺。え、みんな誰にも言わないでください。これちょっとやってみたいとか言いながら、卵好きの新山、生卵が欲しくなる件、この中に生卵入れてみます。じゃじゃーん、生卵、イエーイ。ちなみにこのお皿ダイソーです。かわいいでしょ。生卵入れます。ふぅ、めちゃめちゃかわいい。これを軽くプチンプチンプチン、タタタタタ、ここに麺をくぐらせて、うわ、このちょっと卵黄をまとわせて、こういうノリで、うわ、うまーい。あ、これはマジでやばい。生卵が好きな人、卵好きはもう絶対やってほしい。最高、たまんねえんだけど。うわ、この白身のドゥルドゥルが、いや、これバランス100点。いや、これはもう絶対にうまい。で、これラー油を抜けば、お子さんでも辛いのが苦手な方でもめちゃめちゃ美味しいですから。あ、忘れてた、そうだ、じゃららーん、マヨネーズを忘れていた。うわ、もうあんまりいいし、よいしょ。新山マヨラーなんですよね。このマヨネーズをちょっとね、こうそばにわさびをつけるがごとく、このようにこのようにして、卵とラー油と甘酸っぱいこのタレにダイブさせて、うまいに決まってる。あとはゆっくり完食していきます。はい、ということで今回はですね、スガキ屋さんの冷やしラーメン、あちらを使いまして冷やしつけ麺を創作させていただきました。いやー、今回のクオリティは100点満点で言ったらどうだろうな、90点ぐらいだと思うんですよね。いや、ちょっと点数つけすぎかな。いや、でもね、すごいクオリティ高かったです。辛いのが苦手な人はですね、ラー油を抜いてもらっても全然 OK だと思います。ラー油を抜いたら、あそこにごま油を浮かすと結構まとまるんじゃないかな。で、今回の生野菜を刻んだレタス、人参、白髪ネギを刻んだんですけど、あの材料じゃなきゃダメだっていうわけじゃなくてですね、きゅうりとネギを細切りにしたものをあえて、それと豚肉をボイルした豚しゃぶと、すりごま、ごま油、醤油、まあ砂糖入れてもお酢入れても美味しいんで、それをあえたものを麺にのせても僕はいいと思います。なんで、いろんなアレンジが効きますから、この僕のレシピをもとにですね、なんかご家庭にある食材でいろいろアレンジしてもらったら遊べるんじゃないかなと。お子様にもね、絶対に受けがいいと思います。辛いのが好きな人はラー油をたっぷり入れてください。もっと辛いのが好きな人はですね、あそこに一味ぶち込んでも全然ありかなと。で、僕は生卵が大好きなんですよ。よく牛丼でも生卵チャレンジとか言って、一人前の牛丼に生卵3個とか4個とか5個とかやったりしちゃうんですけど、まあ、とにかく生卵が好きなんですね。インスタントラーメンにも必ずって言っていいぐらい生卵入れちゃうんですよ。で、今回の、冷やしつけ麺のつけだれが酸っぱくて辛くて甘い、
で結構味濃いめにしてあるんですね。だから結構タレが濃厚なんですよ。なのでその濃厚なところに生卵のあのマイルドな甘み、あれあの卵黄の旨み、あれがねめちゃめちゃ美味しかった。絶対入れてほしいな僕は。まあ生卵がね苦手な方はちょっと厳しいかもしれませんけど、できれば生卵をタレの中に落として軽く溶いて、そこにマヨネーズをつけた麺をぶち込んで一気にいってみてください。いやこれね絶対美味しい、絶対美味しいから、ぜひぜひチャレンジしてほしいです。いやー次は何しようかな。はい、今回の、レシピがですね皆様のお役に立ちましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では次の動画をお楽しみに。さよなら、バイバイ。